北上神社は石巻市の北部山間の高台に鎮座しています。古くはこの地方に伊勢津彦の御事が住んでおり、高見結びの神の子孫、雨の日分けの御事に滅ぼされたと伝えられます。御事はそれを高尊に奉り、神武天皇の御世に雨の日分けの御事を祀って北上宮としたと伝えられています。景行天皇25年に御事の利を奉じて、竹之内の宿根が北陸及び東国を巡察して、同27年帰朝して、当位に北上の国あり、人を勇敢にして土地浴場広大なり、打って取るべし、と進言したとあります。同40年には、大和竹の御子と一行海路陸に入り、竹の港、現在の塩釜付近から北上の国に至り、平定したとされています。その時御事は、武運を祈願し、高祖天照大神を祀って、北上神社が建立したと伝えられています。蜀日本紀に、宝亀11年、780年、百済王春哲らが俗に囲まれ、物後白河等の神社11社に祈る、の中に、この社名があり、それが初見とされています。桓武天皇の延暦21年、802年、聖五位上勲五等に叙し、続いて三代実録の定冠元年859年、睦妃高見水神に14位下を授くとあるので、古くは北上川の水神を祀った社とも言われています。第70代御霊仙天皇の公平暦年中、源義家が安倍の貞党討伐の折、神殿を築造して、大和竹の御子と竹之内宿根を合祀し、祭殿を寄進したと伝えられています。さらに社殿は永平8年、1511年、山内首都葛西の合戦の折、陛下によって焼失、宝永年間に再建したと伝えられています。現在の社殿は昭和26年に造営された神明造りで、昭和45年に修復、平成22年に全面的に改修造営したものであります。社殿には高さ190センチの大和竹の御子の木像、高さ203センチの竹之内宿根の木像が安置してあります。参道には推定樹齢900年から1000年の欅の祠があり、三角子の木、厄除けの木として信仰を集めており、市の文化財の指定を受けております。また、遠藤敦仁の句碑、うぐいすの水飲んでそこに檻に蹴りがあります。